まかった、勝負強かった。さあここで柴犬の登場。これは普段見てると割と俺の中では柴犬が勝ってる印象なんだよな。チュンリー相手にいないのはでかいよね。そうだね、竜は戦いやすい部分があるかもね。どっちかっていうと竜とかもやりにくい、竜じゃないや、ユンもやりにくい組み合わせだけど、まあ今みたいにね電陣でひっくり返せるんで、今のうまい遠距離中パンチからの空陣台。間合いをうまく調整しながら、ある日にグロになった感じだったけどもうまくケア。さあ一文字蹴り、一文字蹴りゲージを溜めに行く。ここはまあ食らってもとりあえずまだ溜まって死なない、剣側としてもまだ焦ることはないと。うまい、そろそろ怪しい、うまい、ディープをしっかりブロってシャガチューパン陣内。ここ無理しない方がいいぞ。そうこれね、まあ勝負を言ったけども無理した結果ね、そのワンブローでやっぱひっくり返す竜の力がね、スタンチが溜まってたんでもう一歩待ってもよかった。ただ1対1、剣にもゲージは1本半。あーシャガチューパン対空、あーさあ対空勝利、天神でピオル回復できず。さんは灼熱を持っている、どっかで灼熱を吐けば、灼熱、まあそうですね、今のはうまい。